はファンの方で、このバルーンはなんとおばさん家族からいただきました。本当にみんなセンスが最高。そして早速配信して全然経ってないのに、皆さんタワーありがとうございます。昨日もねできたんですよ。そう、二十歳誕生日当日に配信したくてやっとできました。じゃあ早速ですが、今日はパパパッとゆうくんアットマークこみはるかみよしこみはるぶさん、ありがとうございます。タワー誕生日仕様です、ありがとう。そしてぶーくん、ありがとうございます。タワー誕生日仕様。そしてはまじさん、タワーありがとうございます。すごいかわいい誕生日仕様ね、みんなありがとう。わ、すごい、いっぱいくれた。じゃあちょっとお話ししながら、あ、さっきはベイフームのラジオに出させていただきました。聞いてもらえましたか？さややとせいちゃんと大家さんが MC で、そう、あ、そうなんです、ベイヘムさんでお祝いしていただいて、そう、コミハロキャプテンおめでとうって書いてあった。なんかコミハロキャプテンって言ってもらえることが本当に増えて、なんかナオナさんとかもツイッターでキャップおめでとうって言ってくれて、なんか嬉しかったです。すごい他の人から、もう自分でキャプテンってそんな言わないんですけど、他の人から言ってもらえるとなんか認めてもらえてきたのかなって嬉しくなります。すごいハッピーヤロー、今日はハッピーヤローです。でも誕生日って私結構忙しい。なんか SNS も投稿するじゃないですか、そう、誕生日用に。なんかやりたいことが多すぎて忙しいかもしれない。なんて言うんだろうな、ショールームもしたいし、 Twitter も AKB メールも Instagram も、なんか1日2個ぐらいじゃないですか SNS って、2個3個それが全部一気にやりたいからってなると忙しいけど、すごいたくさんお祝いしていただいて嬉しいです。そう、みんなありがとう。コメントもお誕生日おめでとうばっかり、ありがとう、ありがとう、おめでとうって言ってもらいたい感じ、このあれ、そう、でも言ってもらいたいんです。だから今日最後の最後に配信しました。嬉しい、やっぱおめでとうは何回言ってもらっても嬉しいですね。もう20歳です。昨日19歳最後の配信ですごいお酒の話をしたんですけど、飲むのって。まだ飲んでないですね。なんか飲む機会なさそう、全然。皆さんは？まあでも皆さんはもう大人か。あ、すごい、メンバーからもたくさん LINE を
もらって、そう嬉しかったです、ありがとう。20歳、あ、18日あれですよね、18日、なんだっけ、生誕祭決まりました。そう嬉しい。応募はもうスタートしましたか？どうなんだろう、捨てるか、捨てるから発表された。まだか、まだなんだ。じゃあ皆さん絶対来てね、生誕祭当ててください。コミハルグッズいっぱい身につけてきてください。うちわに、そう、そういうの大好き。約束ですよ。なんか生誕祭のためになんか公演見るのを撮っといてますっていう方とか、でもちょうどなんだったっけ、チーム K の初日とか、そうそういろいろあったから、結構ね私のファンの方も見てくれてると思うんですよね、うちわとかの感じで。大丈夫ですか？なんか生誕祭全然ファンの方当たんなかったってなると悲しい。お、仕事休み取ったよ、だって。わ、嫁が生誕 T シャツ買ってたよ、嬉しい。皆さん祈っといてくださいね、運貯めといてください、生誕祭当たるために。オッケー、じゃあちょっとそろそろタワーのお礼を、実は結構書いてました。じゃあお豆さん、お豆さん、タワーありがとうございます、ありがとう、スクショしてね。そしてリュートさん、タワーありがとうございます。映んないな。コンスケアットマーク、コミハルブさん、タワーありがとうありがとうございます。そして鉄さん、昨日に引き続きじゃないですか、ありがとう、ありがとうございますそしてカイスケさん、カイスケさん、タワーありがとうございます、イエイ。あ、私本日誕生日って書いてないよ、テロップに。勝手にショールーム側が気を利かせてくれたんですかね。え、嬉しい。そしてクワちゃんアットマークチーム館長さん、ありがとうございます。キムキムさん、キムキムさん、タワーありがとうございます、ありがとう。デラさん、デラさん、ありがとうございます、ありがとう。そしてクロさん、クロさん、タワーありがとうございます、ありがとうイエイ。皆さんとお話ししながら実は書いてました、下で。気づいた？書いてたの。みんなパチパチパチって言ってくれてる。あ、気づいてるか。そりゃ下向いてますもんね。あと30分ぐらいでも配信できる。嬉しい。最後に皆さんスクショタイムもあるのでね、なんかちゃんと書いたやつ言えたかな。
なんです、生誕祭山田いなくて悲しい。まあでも忙しいですよね。うん、でも山田のポジションはあやみんかな。嬉しい、あやみんもそう LINE くれて。あれ、あやみんですよね、うん、あやみん、あやみん、あ、いくみんいるのね。そう、てかもうみんな嬉しいです、チーム系のメンバーは。そう、言っといた通りあれになりましたね、リセット公演になりました。なんかすごい緊張しそうするかな。生誕祭でもすごいファンの方がどこ見ても見てくれてるからめっちゃ緊張するんですよ。皆さんコールの練習しといてくださいね。私すごいなんか俺漏れてる方すごいそうな気がするんですけど、あ、こっちだ。僕お礼してもらってないよって方いたら教えてくださいね、とかこの方されてないよみたいな。タワーだけの場所があったらいいのにね、いつも思うんですけど。そうそう、浜地さん言ってない？嘘、書いたんですけど、書いたのに言ってなかった？あ、言ったよね、びっくりした。生誕祭何言おうか本当に考えとかないとですよね。なんか私そういう場所でちゃんと言いたくて、いつかの生誕祭の時はまだ若かった時です、緊張して全然言えなかった。お手紙書いた年もあった気がします。20歳になったからこそしたいことある？20歳になったからこそしたいこと？なんだろう、20歳になったからこそしたいこと。あ、でもなんかやっぱり、なんだろう、なんか20歳になったら本当にメンバーとかファンの方が言うように乾杯できちゃうねっていうことしかまだ言われてないから、何がしたいとかなんだろう。でもまだお酒は飲んでません。そう、ママが私と一緒に乾杯をしたかったみたいで、なんかお家に今ちょうどワインがあって飲めるのって言ってくれたんですけど、私がショールーム配信したいからごめんねって断っちゃったんです。だから明日でも怖いから夜がいいんですよ。だから明日、明後日とかかな。じゃあちょっとタワーのお礼を、トンスケさんが2本立ててくださってたみたいで、トンスケさんアットマークコミハルブさんありがとうありがとう。あ、いきなりワインはすごいな。だってあとキピキャピさん、キ
ピキュピさん、ありがとうございます。タワーありがとう。さっきね、お父さんがすごい可愛いケーキを、そう、すっごい可愛いケーキを買ってきて、買ってきてっていうか多分予約してくれてて持ってきてくれて、そう、お、ユーポンさんってタワー投げてくれました？なんかユーポンまだあって、他の方のコメントがあった。まだ食べてないです、ケーキ。あの家族のは食べてないけど、ベイ FM さんでそう出していただいて、あ、ケーキの写真はインスタとか AKB メールでアップしますよ。ケーキ何個目？ケーキは3個目？あ、まだ食べたのは2個だけど3個目かな。ベイヘムさんで今日食べたのと、あとなんだっけ、あ、そう、コミの部屋で1週間前ぐらい、まだそんな経ってないか、でもそれぐらいに、そう、一番早くにお祝いしていただいたので嬉しいです。ありがたや。そう、何のケーキが好き？チョコ、チョコのケーキが好きです。あ、誕生日同じだわ。ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー。そう、生誕祭決まって嬉しい。でも私生誕祭があるから今日じゃないのに、そう、もう一回主役の日があるってことじゃないですか。それめっちゃ嬉しくないですか？2回も主役の日がある。前回、去年19歳は当日だったんですよ、生誕祭が。そう、初の当日生誕祭で、もうおめでとうが渋滞しました。おめでとうとありがとうが渋滞した。わ、去年行ったようだって、ありがとう。もう幸せです。お祝いしてもらいたい。は、みんなそうか。お祝いたくさんしてもらいたい。は、あは、みんなそうですよね。あと15分しかない。びっくり。僕タワー投げたのにお礼してもらってないよって方いたら教えてくださいね。そして芝良介さん、タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。よし。ゆうぽんさんって方投げてくれました？ゆうぽんさん、投げてくれたのかな。まだ投げてない。投げたよ、投げた。
わかんない。あ、今投げた。なんかすごい催促しちゃったみたいになってんじゃん。やめてよ。なんかコメントで、他の人のコメントでね、ユーポンまだって。催促したみたいになっちゃったじゃん。ちょっと他の人、もうその人の名前覚えとけばよかった。でも帰っていった。その人の言葉信じて。じゃあ大事に、じゃあ青でハート描いちゃおうかな。じゃあ青でハート塗りつぶそう。あ、なんかグロくなっちゃった。ハロウィンチックになっちゃった。もうすぐハロウィンだ。ユーポンさん@リオンアバター増えてほしいですって。ありがとう、ありがとうございます。みんなが期待してた。すごい可愛い。え、ね、さっき見えました？風船。なんか私風船こうやって一生懸命見ようとしてたら配信切れてて。あ、リオンアバターどうやってもらえる？だって。リオンアバターはですね、どうやってもらえるって聞いてます、皆さん。どうやってあげられますか？なんか前すごいコメント欄でファンの方が教えてくれて、あ、そう、配信を見に行くんですよ。投げてる方、ユーポンさんの配信見ればいいのかな。どう？え、でも前ユーくんって名前じゃなかった？ユーポンだった？名前変えた？あ、でもユーポンさんだ。ほら、ゆうきさんのでしたっけみたいな人いるよ。もう20歳ですか。そうなの。自動でもらえるよ、見に行けば。だって見に行けばいいんですよ、皆さん。作った人の、ゆうきさん、めっちゃ有名人になってますね。いつもだけど、わ、ゆうぽんさんフォローしました。だって、あ、さっきコメント欄でみんなが教えてくれた、まーちゃんさん、まーちゃんさん、タワーありがとうございます。ありがとう。うん、あ、そうだ、ゆうきさん名前変えたんだった。前に言ってたかも、ショールームで。まさひろさん、あ、なので皆さん、ゆうぽんさんのショールームを見たら自動的にもらえるそうですよ、アバターリオンの。だから欲しい方はそこですね。でも嬉しい、どんどんリオンアバターが増えて。なんか私のファンの方ってわかる。せーののファンの方はだるまだったり服で、ゆかるんさんのファンの方なんか一時期
じゃない、アフロとかでしたよね。なんかメンバーそれぞれ個性が出てていいなって思いますね。20歳は目標でも立てないとですよね。なんかほんと19歳は目の前のこと一生懸命になりすぎて、目標を立てたけどその目標に向かってとかじゃなくて、ヤバイよ公演だったり、そうチーム系公演だったり、目の前のことに必死でした。だから20歳はでももうそろそろ AKB に入ってからももう6年目とかになりますし、なんか落ち着いて物事を考えないといけないなって思いますね。どうですか？じゃあタムアットマーク香港さん、ありがとうございます。タワーありがとう。そしてヒロッキーさん、タワーありがとう、ありがとうございます。はい、まさひろさん、お、タワーありがとうございます、ありがとう。だいぶ前に投げてくれたのかな、私ので。これどんどんなんか更新されて見えなくなっちゃうの困る。本当にみんながコメント欄で教えてくれないと分かんなくなっちゃう。だからありがたいです、コメント欄で教えてくれて。20歳はなんか自分からも挑戦していきたいなって思います。なんか AKB のお仕事もそうですけど、 AKB のお仕事は結構もうなんか6年目になっていろいろやらせていただいたことが増えてきたので、なんか自分が AKB に持ってこれるような、なんだろうな、そうで、それを19歳で実現させたくていろいろオーディションに受けるみたいなって話をしてたんですけど、カフェイベントで目の前のことに必死すぎて全然できなかった。はい、正直に言います。だから20歳でちょっともうね、でもそれも結構勇気がいるんですけど、頑張りますよ。やりたいことはたくさんまだまだあるので、できていないけど、成人式もあるしね、楽しみ。すごい、でも20歳楽しんでねって言われます。20歳皆さんどうやって楽しみました？お、じゃあ金込みさん、ありがとうございます、ありがとう。そしてクリス・ロナウドさん、おおお、タワーありがとうございます、ありがとう。そしてバサシアットマークチーム館長さん、ありがとうございます。なんかすごいね、大家さんが
あとなんだっけ、あっという間だったって言ってた。あ、あ、すごい、みんなもあっという間だったって言ってる。やっぱあっという間ですか？あれあったらいいな。なんだっけ、成人式ライブなんかやってましたよね。やりたい、今年も。去年はあの TDC ホールのやつ、ビッグアバしか参加できなかったので、多分私の代のメンバーはみんなそうじゃないかな。フレッシュコンサートも出れてないし、なんだっけ、成人式も出れてないので、だから今年こそ出られたらいいなってね。よいしょ。わ、インドネシアからだって。昨日もインドネシアの方たくさんでありがとう。ソロライブも、はい、できたら嬉しいです。頑張りますね、できるように。オメグもいるし、サヤヤもいるし、ユカもいるし、いっぱいいます。コミ器用だな、だってバレてます？書きながらやってるの。じゃあトルちゃんさん、タワーありがとうございます。ありがとう。そしてマササマさん、遅くなってごめんね。ありがとうございます。ありがとう。喋りながら書いてんのに全然上手くないですか？そしてあれ、リカ姫がツイッターで書いてくれたみたい。不思議の国のアリスさん、ありがとうございます。ありがとう。そして浜優さん、タワーありがとうございます。ありがとう。スクショしてね、みんな。やっぱペンの音聞こえてるか。よいしょ。皆さんまだだよってこと方いたら教えてね。え、待って、トルさんって方に書こうとしたよね。ありがとうって書いちゃった。やばくない？あ、オリさん、オリさんとあとトルさんですよね。流行らせるか。なんかねえ、オリさんって書こうとしたらありがとうのアリさんって書いちゃった。トリス、トルさん、オルさん。トルさん、やっとかけた。ありがとうございます、タワー。そしてオリさん、ありがとうございます。わ、時間やだ、時間なんて言わないで。どうですか？あ、あとマッサン、あと4分、あ、あと4分あるんだ。あ、インスタグラムのムック本、インスタグラム本を撮影させていただいたんですけど、9月20日発売だそうです。皆さん、家電批評さんの見てね。マッサン、タワーありがとうございます。お、あ、コミちゃん、二十歳おめでとうさんも書いてくれた。
インスタライブは今日はできなそうです。よし、こみちゃん二十歳おめでとうさん、ありがとう。じゃあみんなスクショして、スクショだ、イエイ。映るかな、ハッピーバースデー映んない。おう、ハッピーバースデー、イエーイ。どうやって映るんだろう。あ、映ってる。スクショしてね。昨日と一緒で、なんだっけ、ハッシュタグこみはるで投稿してください。ありがとう、頑張りますね。二十歳も皆さん見てくれてありがとう。かむりかわいいでしょ、すごいいい配信、なんか後ろかわいくてありがとう、見てくれて。映えてる、映えてるでしょインスタも投稿したので見てね、これからもよろしくお願いします。二十歳頑張ります。バイバイ、バイバイ、おしょ、ありがとう、こちらこそ見てくれて、イエイ。バルーン映したいのに全然映んない、かわいい。誕生日配信できてよかったです。20歳も AKB で頑張ります。生誕祭皆さん見に来てね、ははん、ありがとうみんな。王冠つけてるのに全然映んない。